愛好家が製作したスポーツ360のレプリカ S360 は、ホンダ技研工業が四輪車事業への進出を目指し、発表した軽自動車規格のオープンスポーツカーである。S360 は市販されず、後に排気量を増したエンジンを搭載したモデルが市販された。名称は、スポーツ360としているものが、当時の資料には多いが、 S360 としているものもある。当記事では市販された後発車種に合わせ S360 とする。四輪車事業への進出を目指したホンダは、後に T360 となるトラック型モデルとともに、試作モデル差190として2シーターをオープンの開発を進めていた。1961年に、 通産省から自動車行政の基本方針が示されると、ホンダ総一郎は、通産省の事務次官、佐橋茂に、自家談判を行い、自由競争こそ自動車産業を伸ばすものだと掛け合った。特売法案は1963年3月に、法案化されたものの最終的に1964年1月廃案になったが、この時点で、ホンダは、 乗用車の市販実績を作る必要に迫られており、1962年1月に本格的に四輪乗用車の市販を始めるべく、計画を進めることとなる。1962年6月5日、第11回全国ホンダ回送会の製品展示、思想会が、当時まだ建設途中の鈴鹿サーキットのお披露目も兼ねて、開催された。この際、総一郎本人がハンドルを握る。 S360 S が中村を助手席に乗せ一般に公開された。1962年10月25日から13日間、東京晴海の東京国際見本市会場で開催された第9回全日本自動車ショーにも出展された。この時の仕様はパイプフレームに FRP 製のボディと言われる。軽自動車のスポーツカーとして市販が期待されたものの、結局、 S360 は販売されず、後の S500 を待つこととなった。S360 は、エンジンの排気量を 500cc に拡大し、ボディ全幅を 1430mm に拡幅し、1963年8月に S500 として発売された。軽規格でなくなった理由として、軽の T360 より上位車種として、 S500 を設定することで市販ラインナップを幅広くし、特売法対策とする経営陣の読みがあったとされている。搭載されたエンジンは 360cc 直列4。気筒で、当時国産主販車には例がなかった DOHC であった。このエンジンは後に T360 に搭載され市販されたものと同型である。2013年10月13日。 ツインリンクモテギで開催されたホンダスポーツフィフティースアニバーサリーにおいてホンダ技術研究所の有志により新規で1台のみ製造された S360 が公開されたこの車両は同年の第43回東京モーターショー2013に展示されたホンダコレクションホールにあった S600 をベースにエンジンはストックにあった T360 のものを一部パーツは プロトタイプのものを流用したため、本来の仕様とは異なっている。ホンダイスシリーズと総称される S500、S600、S800。オート三輪の黒金を製造していた日本内燃機の技術者であったが、同社が長谷川達夫開発のトヨエースとの競争に敗れ、経営危機に陥ったことでホンダに移籍していた。なお、 中村は四輪開発責任者を兼務しながら、後に F1 グランプリでホンダを優勝に導いた。カービュー、幻のホンダスポーツ360、S660 プロドと共演へ。ありがとうございます。